仲良し公園にてかくれんぼしましょう。アップップ。いえ、1分後もういいかい。レディオはナッツ、いえーがんダルシムゴー、ヨガレイン、ピースー。ということで今回は私たちに迫り来る核兵器の脅威や最悪のシナリオを引き起こす可能性のある核兵器の隠し場所についてご紹介していきたいと思います。ではいく。核兵器の驚異的な威力。現在地球上に存在する核兵器は約12,500発と推定されており、これらの核兵器の保有国はアメリカ、ロシア、フランス、イギリス、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の9カ国となっています。もしこれらの核保有国同士で戦争が始まった場合、核兵器の撃ち合いによる甚大な被害が生じると予想されており、核戦争という最悪のシナリオを回避するためにも研究者によって核戦争が勃発した際のシミュレーションが行われています。研究者の試算結果によると、もし仮に中国とアメリカで交戦が始まった場合、不利な状況に陥った中国側が先制使用はしないとする核戦略を放棄し、核兵器を使用する可能性が高いと言われています。また専門家は、中国が核兵器を使用する際には韓国や日本にあるアメリカの軍事基地も攻撃対象として選ばれ、アメリカ国民以外の犠牲者も数百万人に達すると述べるなど、核戦争による大規模な被害について言及しています。このように核兵器によって甚大な被害が生じる理由ですが、核兵器が投下された中心地には強力な爆発圧力と熱気が生じることが挙げられ、爆心地から数キロ以内の建造物は軒並み消失し、ほとんどの生命の命が奪われることになります。また核兵器が投下された地点の周辺には大量の放射線が残留するのですが、放射線は被爆者の細胞を破壊し血液を変質させたり、骨髄で血液を作り出す造血機能を破壊したりと、人体の重要な臓器に深刻な影響を与え、最終的には死に至らせます。さらに近年では核兵器の研究が進んだことで、爆心地周辺で火災嵐という現象が発生し、これまでの想定よりも広大な範囲に被害を及ぼすことが明らかになりました。ちなみに火災嵐は核兵器の爆発によって各所で発生した火災で空気が熱せられ、強い上昇気流が生み出された結果、爆心地に引き寄せられるような強い風が吹き込み、火災に対し酸素を次々と供給することで生じます。また原爆が投下された中心地に向かって強風が吹き込む火災嵐の性質上、爆心地周辺から脱出することは極めて困難であるため、仮に現代の技術力で開発された核兵器が投下された場合、爆心地から十数キロ以内に大規模な炎の嵐が生じ、生存した被爆者たちはなすすべもなく命を落とすことになります。実際に広島に原爆が投下された際には、爆心地の半径2キロ以内が全焼した上、風速18メートルの強風が爆心地に向かって吹き荒れたとの記録が残されており、この時の様子を目撃した被爆者の一人も、嵐のように四方八方から風が舞い込んできたと語っています。このように核兵器は甚大な被害を生み出すことから、核保有国は核兵器を抑止力の一つとして扱っているのですが、核保有国は非常に危険な兵器を一体どこで管理しているのでしょうか。核兵器の意外な隠し場所。世界でもトップクラスの核兵器保有数を誇るアメリカ合衆国は10の州に核兵器を隠しており、その総数は5000を超えると見られています。またアメリカが保有する核兵器の管理場所についてですが、大都市シアトルから29キロしか離れていない場所に核兵器貯蔵施設がある上、メキシコ州アルバカーキの町の中にもカートランド地下弾薬管理貯蔵複合施設が建設されており、意外にも市街地の周辺に核兵器が隠されています。ちなみにカートランド貯蔵複合施設内にある核兵器の正確な個数は機密事項として扱われているのですが、内部には最大で3000個もの核兵器を収容できる空間が存在しており、現在1箇所における核兵器の貯蔵数は世界で一番多いと予想されています。またカートランド貯蔵複合施設で管理されている核兵器は解体予定のものが多いのですが、解体時には隣のテキサス州アマリロの施設まで一般の高速道路を用いて兵器
を運搬することから、有識者からはヒューマンエラーなどにより核兵器が暴発した場合、周囲は焦土と化し、交通機能が停止するなど甚大な被害が生じると指摘されています。ちなみに一箇所に強力な兵器が集中すると敵国に狙われやすくなることから、核兵器が一点に集まることは望ましくないため、アメリカ大統領の権限で発射可能な核兵器の貯蔵施設はアメリカ中に点在しており、モンタナ州やノースダコタ州、イオミング州、ネブラスカ州、コロラド州など各所に建設されています。ですがコロラド州の核兵器貯蔵施設は大都市デンバーから124キロしか離れていない上、フロリダ州の貯蔵施設に至っては約100万人の人口を有するジャクソンビルから約50キロ以内の至近距離に存在することから、核兵器が何らかの要因で誤爆した際の市民への被害が懸念されています。さらにアメリカが保有している核兵器の中には、政治的観点や戦術的観点から国外に保管されているものも存在し、イタリアやドイツではミランやケルンなどの大都市から100キロ圏内に核兵器保管庫がある上、オランダの核保管庫に至ってはロッテルダム市内に建てられています。またアメリカ以外の核保有国も市街地の周辺に核兵器を保管しており、イギリスはロンドンから68キロの位置に核兵器を貯蔵する施設を建設している上、フランスもマルセイユから42キロの地点で核兵器を管理していると言われており、ネット上では核兵器の誤爆や核保管庫が敵国の攻撃対象となることで市民に危害が及ぶ可能性があるとの声も上がっています。闇に包まれた核兵器の所在。多くの核保有国が兵器の所在を明かしている一方で、世界一の核兵器保有国であるロシアは約6000発もの核兵器を保有しているものの、その所在は機密事項として扱っており、厳重な情報管理体制が敷かれています。またロシアは現在ウクライナへの侵攻を進めているのですが、敵対する戦闘部隊への攻撃目的など局地的に核兵器を使用する可能性が懸念されており、アメリカの科学雑誌はロシアは発射可能な核兵器を約1900発保有しているとの試算を発表しています。さらに世界各国の有識者たちは、ロシアの核兵器の隠し場所を割り出すために、ロシアを取り巻く世界情勢や政治的観点から推測を行った結果、核貯蔵施設はモスクワやサンクトペテルブルク、ウラジオストク、サラトフなどの都市近辺にあると予想しました。またサラトフは人口80万人を超える大都市であるにもかかわらず、大規模な爆撃機基地や核貯蔵施設が点在しており、都市内には世界の核兵器の 6% を占める1000の核弾頭が眠っていると推定されています。さらに2024年5月6日にはロシア当局はウクライナとの国境に近い地域で戦術核兵器の使用を想定したミサイル訓練の準備を開始したと発表しており、ネット上ではロシアによって戦術核兵器が使用されることを懸念する声が寄せられました。その一方でウクライナ軍情報機関の報道官はロシア当局の発表を核の恐喝だとして取り合わない姿勢を示しており、今現在も一触即発の状態が続いています。またアジアではパキスタンが核兵器を保有しているのですが、パキスタンでの核兵器の開発には韓国や北朝鮮だけでなく日本の企業の関与も疑われており、裏で様々な陰謀がうごめいているとの噂が囁かれています。さらにインドは1974年に核実験を実施した際には、原子力エネルギーを研究するために平和目的で核を利用していると主張していたものの、1998年には核兵器の実験を行ったことから、これらの一連の実験は隣国のパキスタンへの示威行為ではないかと推察されており、パキスタンとインドに根深い対立をもたらしました。また2023年6月時点ではインドの保有核弾頭数は約165発で、発射可能な弾頭は配備されていないと見られていたものの、有識者からは近年のインドでは核兵器を即時に使用するための措置が進められていると指摘されるなど、世界各国に核兵器による脅威が迫っています。さらに北朝鮮は確認されているだけでも6回以上の核実験を行っており、現在は20以上の核兵器を保有していると見られているものの、核兵器の正確な個数や管理場所は不明となっています。その一方で有識者からは、北朝鮮は最大60発の核弾頭を作ることができる分量の核兵器原料をすでに保有していると推察されており、今後北朝鮮が核兵器の開発を進行させることで世界各国に
大きな混乱を招くことが懸念されています。さらに世界には9カ国の核保有国以外にも核開発の疑惑がある国が存在しており、世界中で予断を許さない状況が続いています。ちなみに核開発の疑惑がある国の一例としてミャンマーが挙げられ、2009年にミャンマーから逃れた2名の亡命者がミャンマーでは北朝鮮の協力で極秘裏に核施設を建設していると証言し、世界各国を震撼させました。また2010年には中東の衛星テレビ局がミャンマー軍勢が核兵器開発に着手した証拠があると報じると、ミャンマー政府は過去に核開発が行われていたが原子力エネルギーを研究するための平和利用だったと弁明したものの、その真偽は不明となっています。見えない核兵器。混沌とした世界の状況下で核兵器保有国同士での戦争の勃発が懸念される中、現在の私たちには全く別の脅威も迫っており、予断を許さない状況が続いています。実は世界には核保有国が管理している核兵器だけでなく、その所在が不明となった核兵器もいくつか点在しており、有識者の中には行方の知れない核兵器が現在も地球のどこかに眠っており、いつの日かそれらの不発弾が爆発し甚大な被害を及ぼす可能性があると警鐘を鳴らす者もいます。実際にアメリカは兵器運搬中の事故などにより明らかになっているだけでも10個以上の核兵器の行方を見失っており、中には琉球諸島近くに沈んだものも存在しています。さらにロシアでは40個もの核兵器の所在が不明となっており、今も世界のどこかで放置された核兵器が刻一刻とその時を待っているのかもしれません。ですが私たちは核兵器を投下された唯一の被爆国として世界を取り巻く状況を正しく認識し、核兵器が生み出した様々な問題と向かい合っていく必要があるでしょう。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、ベッドの下に隠せと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、検事タイムです。マシュマロです。キリンさんが人気 YouTuber であることを相手が知らないとして無職の女性を恋愛対象として見られますかということでありがとうございます。今回まあちょっと恋愛ということでね、デリケートなお悩み相談ということで真面目にお答えしていきたいと思います。デュク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 、イエー、もちろん入ってくるぜ、恋愛対象、無職とか関係ないぜ、俺は守備範囲の広い現代最強の変態なんよ。そんな無職の女性を恋愛対象にしないなんてやつは器がちっちゃい、その器世界最小、そんなちっちゃい器は出品してやるぜ、転売サイト、そんなやつはほっといて俺と一緒に踊り明かそうぜ、パーリーナイト、ポッ。